おじたちの手にかけられるクロドメールの息子たちクロドメール、または、クロドミルは、フランク王クロービス一世とその王妃、クロティルデの間の次男、オルレアン王。511年に、父が死ぬと、三人の兄弟たちと共に医療を、分割相続し、かつてシアグリウスの治めていた旧ソアソン管区の、領域に相当するオルレアン王国を受け継いだ。領土には、トゥール、ポワチエ、 オルレアンの三つの司教区を含んでいた。ブルグント王子ゴデギセルの孫娘でまた10枚にあたる、グンテウカと結婚し、妻との間に、テオドバルド、グンタール、クロドアルドの三人の息子を設けた。523年頃、おそらくは母クロティルでの教唆により、二人の同母帝たちと共に、ブルグント王子ギスムントの領土に侵攻した。クロドメールは、ギスムントとその子をえて、 オルレアンに連行し、524年5月1日に捕虜となったブルグン島一家を処刑した。イボニー・テウデリク一世は、ジギスムントの娘を妻としていたが、クロドメールライボ帝たちの味方についた。ジギスムントの弟モドマール二世が、東ゴートをテオドリックから与えられた、東ゴート人の軍隊を率いて、反撃に出た際、6月25日のベズロンスの、 戦いでこれと戦って討ち死にした。死後、未亡人となった軍手ウカは、夫のマッテー・クロタール一世と再婚し、三人の維持たちは、パリの祖母クロティルでの宮廷に引き取られた。しかし領土的な野心から、キルデベルト一世とクロタール一世は、兄の維持の存在を疎ましく思い、彼らを殺害しようとした。十歳の長男。 テオドバルドと7歳の次男軍グンタールは、ケーフ・クロタール一世によって殺されたが、幼い末息子・クロドアルドは逃がされて生き残り、後に、聖職者となった。クロドアルドは560年9月7日に38歳で、亡くなった。クロドアルドの死により、クロドメール直系の血統を与えた。オルレアン王国は、キルデベルトとクロタールの間で均等に分割された。 以下は日本語訳にあたり直接参照していません。ありがとうございます。